セクシーキラーは、クラブ DJ、イベントプランナー、店舗経営者、カラーコーディネーター、モデル、工業士、金太郎、R&B シンガー、ギャラリーカウンタック所属。東京都中央区出身。2003年、東京都立春見総合高等学校卒業。2010年、武蔵野美術大学映像学科卒業。同年8月より、東京、 浅草橋にて多目的店舗、浅草橋天才産数塾も経営している。ポテトサラダ研究会を開催。遊びと暮らしの研究も行っている。2011年6月美術手帳主催人傍聴、ブトギャラリーにて、スーパー食イしシン店で、初個展を開催。ツイッター上で、リアル、金太郎目撃が話題となり、雑誌などに取り上げられる。以後、 金太郎として活動を続けている。その他数々のユニット、ライブなどに参加。ラブミバンド、DJ ユニットスキマロマンスなど幅広い活動で知られている。企画、イベントキュレーションも数多く把握しきれていない。2012年10月12日、自身の生誕祭にて金太郎からこけしへと変化した。2014年2月17日、 自身の Facebook、Twitter にて DJ プリプリからセクシーキラーに戻ったことを明らかにする。作詞作曲、イリエビ。DJ プリプリ、前田エマによるリミックス。ありがとうございます。